テールフィントは自動車やオートバイの後部のスタイリングの類型の一つ。航空機の尾翼のような印象を彷彿とさせる形状を特徴とするではない。1959年式キャディラックリアフェンダーの両端を高くして垂直尾翼のように尖らせたデザインが特徴的。1950年代から1960年代に生産されたフルサイズのアメリカ車に多く見られる。 アメリカ社以外ではメルセデスベンツをはじめ同時期に設計及び製造された世界各国の自動車に採用されたホンダ CB900 回1956年に販売が開始されたスズキコレダ 250TT がアメリカ社をモチーフにしたフィン形状のサブフレームにリアウィンカーを配しモーターサイクルのキャデラックと呼ばれた九百七十年代から一般化されたオートバイの リアカウル部分をテールフィンと呼ぶようになった。オートバイメーカーによる純正仕様だけでなく、アフターマーケットにおいてもフィンを備えたテールカウルが市販されている。2008鈴木ミーティング・イン・ハマナコ。鈴木株式会社。2016年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年7月7日閲覧。ビーツジャパン・インダストレイ CEO。 リミテッド製品情報川崎 Z400FX 川崎 Z400FX 用シートカウルありがとうございます